集めろーゆっこミラーでーす。今日はですね、一人焼肉をしながら語るっていう今までなかったパターンの動画をちょっと撮りたいと思います。わー、お肉すごい。なんとですね、木之助さんから牛ハラミ送っていただきました。ありがとうございます。じゃあ焼いていきたいと思います。おー、ジュージューしてる。なんかお家で焼肉するのめっちゃいいよね。楽しい。しかも一人でなんか誰にも邪魔されずに食べれるっていうのが最高。いっぱい焼いてしまおう。めっちゃ良くない？この絵面。めっちゃ美味しそう。やばいやばいやばい。焼けたんで食べたいと思いまーす。わーい。いただきまーす。めっちゃ美味しい。やっぱさ、ハラミって脂っこくなくてすごいね、なんかお肉食べてるって感じがしてめっちゃ美味しいです。でもね、全然硬くないし柔らかいです。え、美味しい、最高。じゃあロサンゼルスにね行く話なんですけど、前にニューヨークにはレコーディングで行ったこともあったし、2回ニューヨークは行ったことあるんですけど、ロサンゼルスはまだ1回も行ったことなくて、私今まで海外はパリ、ウィーン、韓国、マレーシア、あとニューヨークだけかな行ったことあるんですけど、なんかね、なんていうんやろ、ロサンゼルスのあのなんか広大な大地でなんかヤシの木とかあってめっちゃ天気良くて、なんか山とか海とかもすごい綺麗で、なんていうんやろ、あの感じ、なんかみんななんていうかすごいフレンドリーな感じというか、あの空気感がめっちゃなんか憧れがあって一回行ってみたいなって思ってたんですよ。で、音楽もなんか西海岸の音楽結構好きやし、いや絶対行きたいなって思ってて、やっとその念願叶うって感じなんですよね。食べながら語るのむずいな。最近すごい思うんですけど、なんか私が作曲する音楽とか演奏する音楽、私から表現として出るものって、私が今まで経験してきたものが出るんですよね。経験してきたものがなんか還元されて、それが私からこう表現として音楽としてアウトプットされてると思うんですけど、でもその経験を増やしたいなと思ってってことを考えた時に、この島国にずっといるとかじゃなくて、いろんななんか外に出て行って見たことのない景色を見たりとか、聞いたことない音楽聞いたりとか、いろんなライブに行ったりとか、こう自分の経験を増やしていって、こう自分の音楽をどんどん豊かなものにしていきたいなってめっちゃ思うんですよ。だから時間あれば練習もそうなんやけど、インプットいっぱいしたいなって感じで思ってて、やっぱインプットしちゃうとアウトプットできないじゃないですか。ちょっと焼肉食べます。ハラミめっちゃ美味しい、やばい。そんな感じでね、ロサンゼルスに行くわけなんですけど、いっぱいなんか写真も撮ってインスタにアップしたりとかもしたいなと思ってます。あとね、 Vlog も撮れたらいいなと思ってるんで、このサブチャンかメインの方のチャンネルかどっちかで載せるので、ぜひそっちも見てくださいね。あと、もうあっという間に4月なんですけど、なんか今年やりたいこととかもいっぱいあるんですよ。サックスの曲を作曲するのはもちろんなんですけど、歌を前回のアルバムで歌ったりとかしてるじゃないですか、1曲だけやけど。それもカバーやったから、今までの歌は。これからは自分が作詞作曲して歌ったりとかもして、そういうことにも挑戦していきたいなと思ってて、作詞もね、この前してみたんですよ。初めて。なんかね、すごいなんか最初めっちゃ恥ずかしい感じしたんですけど、作詞もめっちゃ楽しいなと思って、これからもいろいろ作詞していこうかなと思ってます。歌う時が来たら皆さんにも聞いてもらえたら嬉しいです。あと、今年やりたいことは絵をいっぱい描いていきたいんですよ。今日もね、ちょっとね空き時間に絵描いてたんですけど、今日はね富士山の絵描いた。今までもいろんな絵を描いてきたんですけど、さらにね今年はいっぱい絵を描けたらいいなと思って、キャンバスもいっぱい買ってきたんですよ、画材屋さんで。油絵の具セットも買ったし、なんか絵を描くことにもめっちゃ燃えてます。あー、ジュージュー言ってる。いろんな絵を描いてきたんですけど、ピンクライオンの絵と、金髪の女の子の絵と、なんか春っぽい感じのふわっとした感じの絵と、ブルーイーグルっていう絵と、スタッフさんの自画像とかもね、
実は描いたりとかね、いっぱいしてるんですけど、あと、アブさんの絵とか、そんな感じで、今まで描いた絵とかを、ムッコミラーのオンラインショップで、原画ではなくてレプリカなんですけど、売ってたりとかもするんで、そちらもぜひチェックしてみてくれたら嬉しいです。概要欄から飛びます。でね、まあいつになるかわからへんけど、個展とかもね、できたらいいなとか思ってて、もうめっちゃやりたいことあるやん。その個展で演奏とかもしたりとか、なんかイベントみたいなことして、みんなも来てくれたら楽しめるような感じの個展をやりたいなとかも思ってて、いっぱい書いていこうかなって思ってます。あとね、なんか裸の女性とかをデッサンしたりとかできる講座とかもあって、そういうのにも参加してみたいなとか思って、いろんなものを書いていきたいです。わー、美味しそう。いやー、めっちゃやばい。最高。お家で一人焼肉いいわ。まあ、そんな感じでね、やりたいこといっぱいあるし、去年の12月に5枚目のニューアルバムを発売したんですけど、また6枚目のアルバムのことも視野に入れて、どんな風にするかとかも考えていきたいなって思ってるし、楽しみがいっぱい。メインチャンネルではサックス吹いてみたの動画をたくさんアップしてるんですけど、これからもね、いろんな曲を吹いてアップしていきたいなって思ってるんですよ。それも楽しみにしててください。メインチャンネルの方もぜひ見てくださいね。めっちゃ柔らかい。今回ね、提供していただいたんですけど、自分でも買おうって思うぐらいめっちゃ美味しいです。今度買おう。本当にカルビとかってスーパーとかにも売ってるじゃないですか。でもハラミって売ってるとこ私あんまり見たことなくて、めっちゃハラミいいやんってめっちゃ思います。ヘルシーやし柔らかいです、めっちゃ。うん。ちなみにご飯は16穀米です。健康的。1個のファンクラブあるんですけど、ファンクラブで Amazon の欲しいものリストを公開してるんですけど、そこでね、私お米めっちゃ好きやから、コシヒカリを欲しいものリストに入れたりとかしてたら、みんな買ってくれて、あ、めっちゃありがとうって感じ。他にもね、いろいろね、買っていただいて本当にありがたいですね。ファンクラブでは毎日日記を書いたり、あとグループチャットでみんなとお話ししたりとか、あとファンミーティングがあって、ユッコミラーと焼肉パーティーとかがあったりとか、他にもね、いろんな特典があるので、皆さんぜひぜひファンクラブ気になる人は概要欄から見てくださいね。え、めっちゃ美味しかった。これで1人前なんですけど、結構ボリューミーでした。え、めっちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。今日はロサンゼルスに行く前に動画を撮ってみました。あと今年やりたいこととか他にもね、いろいろあるんですけど、とりあえずちょっとやりたいことをピックアップしてお話ししてみました。こっちのサブチャンネルにはゲームだったりとか、あとミニ四駆だったりとか、あとこういうサブチャンネル的な動画をアップしたりとか、これからもアップしていくんで、ぜひぜひチェックしてみてください。チャンネル登録よろしくね。あ、でもさ、ロサンゼルス行ったらさ、もうめっちゃなんかハンバーガーとか、めっちゃなんかアメリカンなものをいっぱい食べたいなって思うんですけど、食べ過ぎたら太るから気をつけないといけないですね。あとね、世界最大の楽器のお祭りのナムショーも行くんですよ。だからそれもめっちゃ楽しみです。その動画もまたアップできたらいいなと思ってます。楽しみがいっぱい、やばーい。 Vlog を楽しみに。この動画が良かったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくねー。